ーマンスはプロが行っています。自分のレベルに達してない技は危険なので真似しないでください。スクーターレポ、お待たせしました。かなちゃんに荷物が届いております。で、今日の検証動画、かなちゃんが僕がスクーターを組み立てるんじゃなくて分解して、おお、1から組み立てれるか。どこ1ってどこ。はい、手袋を用意しました。ベタベタしてる。ちょっと待ってね。あれですよ。でも、はなちゃんは僕が組み立てたりするのを見てるから、だから少しノウハウはあると思うんですよ。で、ちょっと僕が今から分解するから、はい、さっき一から見たのに、これは単純とグリップとクランプはそのままで。え、もしかして前タイヤとかもなんですか。もちろんですよ。意外とね、やり方わかると楽しい。でも逆にカナでできるってことはもうみんなできる。今カナちゃん見てないんで大丈夫です。向きとかが難しいから。できなかったらできなかったで面白いから、あまり気にしなくて、こだわってるだけ。あ、わかった。前何か言ってた、タイヤのゴツゴツがある方が内側みたいな、スルスルの方が何かな。でもそれがどっちだろう。前と後ろがあってもでしょ。うわ、これさ、いけるんかな。まあいいや、あのちょっとだけヒントあげます。でもかな、部品とかばかりベアリングでしょ、クラウンレースでしょ、ヘッドセットでしょ。今回こちらのレトロ商品を使うんですけど、まあ、こんな感じで分解しました。で、まあ、グリップテープとかはね、グリップテープ、ブレーキ、グリップ、クランプだけつけておきます。それ以外は全部分解してるんで、それを組み立てれるから、チャレンジスタート。あ、嘘、ヘッドセットなんだよね、これで。こいつがね、知らないんだよ、私。でも、まず多分、こっから組み立てる。おぉ、え、なんかやってるんだ。いやいやいや、え、これってさ、わざとここに入れてるとかある。あ、嘘、うん、待って、これとこれってこうなる感じじゃない。そうだ、あ、だからいいんだ。これがここに入ってて、ね、これをここに入れる。これ、あ、嘘、違うわ、違う違う。これを先にそこに入って、おぉ、この子何。あ、分かった。これは多分これで上から締めるから、これはなんか、あ、これだ。これはタイヤだな。これタイヤかな。で、これをここに投げていく。これはこう向きになっちゃったから、これを。笑った。こっち向きなんだ。じゃあね、こっち向きにしてみる。でもこれ絶対違うから、やっぱこっちの向きで合ってるんだよね、これで。
で、こうして、あった間違えた、違う、これを閉めなきゃ。待って、これフォークの向きとか、あ、待って、フォークの向きこうで、頑張る。やっぱですね、これは先に入るものだと私は思いましたので、じゃないとさ、固まんない。この感じ、さっき閉まんなかった、ね、回すのはうまい。試しにね、こういう時ほら、ここが浮いちゃう。待って、ちょっとこれにバー入れてみよう。これロングウェイの人見てたらバッ、分かった、これの後ろにこう入れるんじゃない。ええ、おこれは合ってるか、じゃあちょっと言ってくんない？ピンポーン、ここまで合ってる。な、合ってたらピンポーンって言うね。フォークの向きはこう。ピンポーン。で次。あ、なら間違ってたら僕ブンブンって言うね。で次こう。こう。ピンポーン。でこう。ピンポーン。でこう。なんでさっきよりスムーズなんですか？え？ピンポーン。なんかさ、組み立てるのも意外と楽しくない？うん、嬉しい。おお、閉まりますよ。おお、センキュー。もうこれは閉まってるみたい。で、次、ウィールは、色は多分こうでしょ。おお、ピンポン。これを入れるんだ。ブブーブブー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 、ピンポン。分かった、これでブブー、これか、ピンポン。面白い。よし、来た。で、確かここに一個何かを入れる。これか、ピンポーン。ブブー、ピンポーン。あ、こうか。逆です。あの、ペットボトル閉めるとき考えてみ。あ、こっちにし、こう閉めるんだよね。じゃあこれを止めて、ここでいいのか。おお、あのね、本気でしっかり固定して六角で締めてください。いいんじゃない、後ろ。これはこうして、なんか見てるとめちゃくちゃ手伝いたくなる。でも合ってるでしょ。お、さて、お、頭を使いました。いけるか、かなちゃん。ここが一番難しいパート。お、お、かなちゃんスマートだ。
おお、今のは難しいところ。ほんと、さすがかなちゃん。どう、実際やってみて。楽しい。この細かいとこまでやるのかな、初めてかも。確かに、お願いしたことないよね、こんなに細かい。後ろはちっちゃい。頑張って。これ一回外さないか。そうです。デザインバイストスタさん、お、いいんじゃないですか。そしてこれは、で、気をつけて。お、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 ふぅー。いや、もっとね、ぐいぐいいっちゃっていいよ、初めは。すごい六角投げますね。タイヤまっすぐか見た。あ、これ逆じゃん。あれ？え、合ってる。タイヤこっち向き？合ってる。まっすぐか見ないか。本当だ。最後ラストパート。さ、いろんな人にやらせたいよね。おばあちゃんとか。おばあちゃん5時間ぐらいかかりそう。これ新品じゃない。1万人行ったら総合 TV プレゼント企画しません？する。このカナが愛情込めて組み立てた。しちゃいましょう。しかも最後までこの動画見てくれた人だけこの情報わかるじゃん。ね、コメント、チャンネル登録とありがとうございました。イエーイ。バイバイ。バイバイ。